さあ今日も勉強と脳トレのルーティンやっていきましょう。さあまずは将棋っすね。喉ガラガラなんですけど、なんで？最近嬉しいことがあって、なんか俺花粉症になったんですよね。ここまでは全然嬉しいニュースじゃないですけど、なんかね、去年とか一昨年とか花粉症になった時にも本当しんどかったんですけど、今年あんま花粉症の症状が軽めなんですよね。これ軽めってもう克服しちゃったのかもしれない。なんだろう、今も全然鼻詰まりとか、今これ喉はガラガラだけど鼻詰まりとか、ちょっと言葉が出てこないけど、考えながらやってると鼻詰まりとか涙とか全然出てこないんですよね。だから俺ワンチャン花粉症克服したのかもしれない。どうしましょうかね。それは非常に嫌です。嫌ですが下がりましょうか。下がりましょうか。上がりましょうか。でこれで歩を置いたところで相手歩を置いて取って攻めてきてってなっちゃうから、オッケーオッケー。そうやってのらりくらりと意味のないことをしてくれていたら、マジ？一旦こいつ下げさせて。ちょ、喉どうしちゃったの俺。マジでさ。マジで？それは握手だろ、リンコ。完全に俺ミスったかと思ったのに。横に行く。だよね。で、銀置いて。なんか大していい手を打ったわけでもないのに勝っちゃった。 CP がそれ以上に俺よりも悪い手を打ってた。じゃあマジ喉どうしちゃったの。君の心が必要で僕の心は必要だ、ちゃんちゃらちゃんらららな競争をくれよ、ビンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボン、ビンバンバンビンバンバンビンバンバンボン、 To the next to the 一番上、 A day 俺ままでいるだけで超フレックス、 A day 誰も口を挟めない Don't test、 A day 俺ままでいるだけで超フレックス、 A day 誰も口を挟ませない。いやいやいや、あ今を抜けて明日の先へたどり着きたい未来に、本当にあの夢に本当にって今も不安になってしまうけど、きっとあ今を抜けて明日の先へ。また出会えたよコーナー。さあこれまっすぐ行くべきなのか、それともこいつは。これ取ったとして
うまみがあるかと言われたらあんまねえんだよな。これで取りに行く、それともこれまっすぐ行った方がいいだろう。交換しとこう。え、あーそうか、すいません、ゲップ出ちゃいました。君と二人、そう来るかですよね。うわ、あのポーン守れないじゃん。マジで？それは悪手じゃろ、アリンコ。これでクイーンを作ると。で、相手に王手をかけつつ、相手のクイーンとこっちのクイーンを交換して、ですよね。俺だってそうするわ。お、これゲッチじゃん。ラッキー。何をしたいんだそれは。あなたは何をされている方なのって感じだな。これ大丈夫、死なないよね相手。もうこれで相手の命は風前の灯火。あ、それまずい。 OK、 ざまあ見やがれ。じゃあ次囲碁やりましょうか。やどきん
の先へ二人だけの場所へ。未来で待っているよ、音のない世界に響いた好きだよ。うわ、バカバカ。最後の花火が空に昇って消えたら、それをあいつに。いつも通りの朝に、いつも通りの君の姿、思わず目を逸らしてしまったのは、ああ、どうやったって忘れられない君の言葉、ずっと響いてるから。見上げた空を飾る光が今照らした横顔、あ、本当にあの夢にどうにって今も不安になってしまうけど、きっと今を抜けて明日の先へ。音のない世界に響いた好きだよ。マジ113。あなたはどのタイプの脳ですか？113ポイントって今までですほぼトップ。豚バラ肉とキャベツと油と醤油と胡椒で炒めて、でっかい豆腐を入れた味噌汁ともやしと玄米と、それで胃袋を満たす。胃袋を満たすって言い方悪いな。取ったね、なかなか。右下以外全部俺か。
くだらん。伝わりにくいな。あんまり面白くないな。ダボロッと。
音のない世界に響いた好きだよ。ハンバーグとアボカドとタピオカとクローバーを食べ、1円で食べて、縦リップとまな板を洗って電話をした。ハンバーグとアボカドとタピオカとクローバーを1円で食べて、お、クリアしたか。夏の夜、君と笑う影が二つ、最後の花火が空に昇って消えたら、それをあいつに。9 A AFFN NU UN NU UD DZ ZWWZ ZI ID DV VD DV VSSD DS SZ ZV VP どうだ？ちょっともたついたけど。くそもんなそうな。お、クリア。いやー、もたつきがなかったら最高記録狙えたな、あれ。全部31秒台でしょ、俺のハイスコア。たらればの話をしても仕方ない、かな分になっちゃうので。
オッケー。プロディッシュ、ジャインブッタ、センチュラス、コーダイ、ヨネナ、ジェニフレクト、ファセーティシャス、レビー、コケ、ディーン、キル、ランベイステ、吐き捨てる、無駄にする、ジェニュース、ごめん、シャックリが出ちゃった、ツールズ、コナンドラ、難問、何一つ分かんねえ。プロデューシュセット。ジェニフリクト、フェスティテルス、ランベースティニアス、コースティックプロディッシュ、センチュラス、ジェニフリクト、セシャス、目を閉じる。さっき学んだ内容が長期教鞭に定着するのを待つ。
丈夫。あの夢に大丈夫伝わる。あの日見た夢先へ、あ、間を抜けて明日の先へたどり着きたい未来へ。今爪切りタイム。闘病愛哀れむ。なんだ、お互いがキスの舐め合いすること。日の着スタートレース、サコーディングス。ごめん、しゃっくり出ちゃった。One by one, taking a part, taking a part of. That's here the voice is screaming. Oh, are the mean I'm feeling? That's reason. Two more.
ツボビーしてきた。Tears, voice and screaming. Tears, bleeding, bleeding. Shouting out, shouting out. Shouting out.Will you tell me about? So we say we won't change, never be the same. ん？本当に等しいか？角度軽くない？おや？なんだこれ？どうやって解くんだ？一旦三角形を作ります。2分の1ではないな。ん？これどうやって解くんだ？あー、そういう公式あったな。AOB は160度だろう。この一つの文に書いてある半分であるんだったら80度なんじゃないのか。
違う、そうか、 AOB ってそういうことか。 AOB は外側から見た時の角度か。そうか、そうやって見たらいいのか。200度の半分、90度ではないな。やべ、むず。お湯沸かそう。X と APB 両方ある。どうやって解くんだ。二等辺三角形作ったらどうだ。ダメだ、解決にならない。あれ、
これなんかすごい発見なんじゃない？いやダメだ、結局 APB の角度が分からなかったら意味がないもん。あ、うわ、そっか、すぐそこまで出てたじゃん。一個分解していこう。50度。
ああ、なるほどな。そういう考え方か。
影が二つ。
今回はこの辺でいいかな。じゃあこの後はピアノ弾いて本読んで、あ、まだあるか。